ローブラザー白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキャラクター勝利の追加調整が来ました。12月29日なんですが、前回の挑戦に対して、追加ですね。前回がこちらの記事で12月19日で、今回は29日、10日間しか経ってないんですけども、さらに追加で調整が来ました。追加調整です。はい。で、一応ね、理由としてはテストサーバーとかでやってる旅人さんたちからいろいろデータもらってフィードバックした結果、マルチプレイで勝利のポジションをね、もうちょっと確立させたいっていうところが意見が多かったようです。なので今回はそういうことで追加修正、はい、ってことを、あんまりあることじゃないと思うんですが、勝利だからこそっていうことなんでしょうか。前回動画の方で勝利黙って二度としとけみたいな動画出して、ちょっといろいろあったんですけども、結果こういう形になってしまったということで、やっぱ伸びしろがやっぱね、すごいキャラクターになってきましたね。 1.3 以降のバージョン 1.3 のテストサーバーで実装されて、さらにはそのテストが終わった後 1.3 でどうなるか、要するに約1ヶ月後ぐらいですね、どうなるかって話になってきます。はい。で、今回追加で調整されたのが、スキルの長押しで得られる効果について追加されてます。で、玉章シールドというものが増えます。で、この玉章シールドってやつはさ、スキルの長押しで手に入るものと、あとは二突効果で元素爆発打った時に自動生成されるものが玉章シールドになります。なので二突するとかなり有効だと。で、これが、玉章シールドのある、範囲内に入ったら敵が全耐性ダウン、物理耐性ダウン 20%、 この効果がね、かなりでかくて、で、前回の記事の方でこれですね、岩の共鳴の調整が現在と修正後に岩元素耐性が 20% 下がるって書いてあるんですが、これと組み合わせると、今アルベドの追加攻撃あるじゃないですか。あれ1万とか2万とか入るやつ、あれが勝利と組み合わせて、さらには岩共鳴が入るとすごいよ。全耐性の 20% が岩ダメ 20%、 岩元素40% 耐性が下がるんで、もう今アルベドのね、追加ダメージが 40% あるとしたら、40% じゃない、2万あるとしたらどれぐらい伸びるのかっていうところをね、皆さんもう想像にしやすいんじゃないでしょうかね、こう話すと。はい。そんなこんながなっていきますね。はい。耐性ダウンがすごい。これ、例えば物理耐性も下がるって非常に優秀で、これね、深淵ってキャラありますよね。もちろん深淵ってキャラが非常に優秀なのは、僕は前にお話ししてるんですけども、これって4突効果で物理耐性ね、スキルを与えた時に物理耐性が 15% ダウンする、しかも12秒でっていう、その限定付き、それよりもね、アップされるんですよね、玉章シールドの付近にいる相手、なのでかなり非常にね、もう爆優秀で、二突するとマルチでさらにその玉章シールドがみんなに付与されると。危ないですね。全元素耐性でしょ？もちろんマルチとかね、自分のパーティーに入れるとしても、やっぱ蒸発とかかけていったりとか、過負荷かけていくってなると、いろんな属性組み合わせたいですよね。火水であったり。それがかけていく方々全部が乗ってくる。例えばね、クレイだったり、ディルックメインにして、行く秋の元素爆発と絡めていく。そんな感じでやると、玉章シールドの付近であれば、その方々全員の攻撃が上がってくるし、ディルックもずっと火の攻撃するんじゃなくて、通常攻撃やね、物理攻撃だったりするじゃないですか。それ全部に乗ります。そんな感じの、超やばい修正が来てますって。なんだろうな。物理耐性下がるのこれ鬼ですからね。こっちの全耐性も鬼だけど、例えば悠久とかだと、例えばダメージ量がさ、その拾った結晶でなんか定められる量で 35% とか上がるんですけど、これはもう全耐性なんで、要するに全キャラに影響してくるのが、勝利先生。で、
今までって岩のキャラクターって岩の中だけで完結してるよねみたいな感じだったんで、非常に原神的じゃなかったんですが、だからあんま岩好きじゃないって方のお声とか結構聞いてるんですね。だけどアルベドが実装された他のキャラとの組み合わせが非常に強い。で、勝利も今回の追加で他のキャラとのこの絡みがかなり濃厚になってくるってところで、他キャラとの絡み大事だよねっていう原神のコンセプトにより寄り添ってきたのかなと、より原神的だなみたいな修正だと僕は感じましたね。はい、まあありかなしかで言ったらね、別に僕はどうとは言わないけど、まあ今現在、前回はこれ勝利先生がねピックアップ中の記事だったんで、これ見て引こうって思った人いると思いますね。で、これ見たら、これを見たら、絶対引こうって思う人はもっといたはずなんですよ。これの方がすごいんで、前回の修正より。これをね、19日にちゃんとやってれば、黙って二突してる人ももっといただろうし、みたいなことで、まあ、実装予定なんで間違いはあれだと思うけど、ちょっと遅いかなと発表が。だから 1.3 来る時に勝利引くチャンスを与えないと勝利持ってない人がかわいそうだなぐらいの、まあ真面目にねいっぱい頑張ってやってる人、あとはねアルベドと組み合わせるっていうその方法が非常に優秀なんで、まあアルベドって置き方で勝利も置き型で、玉将シールドも置き型、20秒継続時間、もう非常に相性が抜群にいいですよね、勝利アルベド。だから他の岩キャラがちょっとかわいそうだなっていう印象は持つんですが、まあとりあえず今話題はこれなんで、勝利アルベドで、残りに例えば物理のレザー入れてみたり、あの全体性上がるんで、まあベネットは入れますよね、攻撃力が1500とか上がるんで、であればベネット入れます、他にタルタリア入れますとか、他にクレイ入れますとか、レザー入れますとか、ディルック入れますみたいなね、炎で火力も上がるしみたいなことがねできるんで、ベネット、勝利、アルベドの3人の中に何かを入れるっていうのが結構岩パの面白いところになってくるのかなと、ちょっと個人的にはね、勝手に思ったりとかしてますけども、ただレザーにするとレザーの噛みつき効果で防御力をね下げたりとかもできるんで、まあ全体的な防御力ダウンとかも加味していくと、レザーほんと優秀だなみたいな、どんなアップデート、どんな追加調整とかにもね対応してくるなみたいな風にちょっと感じちゃいましたね。で、全体性ダウンだと、レザーだとさ、物理耐性に振ってるから、物理ダメージに振ってるんで、元素爆発した時の狼が弱いじゃないですか。でも狼が今回は玉将が入ってると、全元素耐性が下がるから、もちろん雷も下がると。なのでもう間違いなくね、狼さんの攻撃も強くなるっていう仕様になってますね。なかなか面白いですね。はい。まあ、今回も言っとくんです。正式版とは異なる。ただ、前回の19日のやつでかなり大幅、ピックアップ中でこれ引きましたって人いっぱいいると思うんで、まあ、追加調整は来るだろうなと思います。はい。まあ、ここら辺ね、ちょっと、どうかなって感じかな、僕は。どうかなっていうのは、持ってない人がどうかなっていう感じ。ただ、岩元素の人が今までさ、アルベドが実装されるまでは結構孤立してたキャラクターが多かったんで、まあ、この調整案に対して、かなり一緒に、皆さんと一緒に戦えるっていうようなところがなるんで、他の元素共鳴のいっぱい乗るような他の元素に、やっとね、選択肢が上がってきたのかなというような、やんわりとした考え方でいいと思いますけどね。なんだよ、持ってねえよっていう人はいると思うけど。まあまあまあ、こんな感じで、一応新しい情報のお話でした。ぜひね、
今後もビルド動画とかいっぱい出していきますんで、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録高評価の方お願いいたします。はい、生放送僕よくやってますんで、よかったらそっちの方に遊びに来てください。いろいろ質問とかいただければその場でお答えしたりとか、逆にね、僕も得るものとかありますんで、非常に有意義な時間になると思います。はい、ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。